はい、こんにちは、116インズです。先日ですね、マリナーズを出てから活躍した選手たち、いわゆるマリナーズを出る喜びを体現した選手たち6人を紹介しましたけれども、まあ、動画の方大変ご好評いただきましたので、今回ですね続編の方をやっていきたいなと思っております。で、動画の趣旨を簡単に説明しますと、マリナーズここ20年近くですね、一度もプレイオフに出場できていない、いわゆる暗黒時代が、まあ、非常に長くなってきてしまっているんですね。で、そういった時代が長く続くと、どうしてもマリナーズを出た後に活躍した選手というのが良くも悪くも目立ってしまうんですね。なので、この動画ではマリナーズを出た後に活躍した選手たち、かつマリナーズを出ることが本人のためにも良かった例っていうのを6人紹介していきたいなと思っております。はい、まず1人目はスコット・ポドセドニックですね。ポドセドニックがマリナーズにいたと知っている人は意外と少ないと思うんですけれども、実はですね、マイナー時代は結構いろいろな球団を転々としていまして、マリナーズは実は3球団目なんですね。で、高校卒業後レンジャースにドラフト指名を受けたポドセドニックなんですけれども、マイナーではなかなかですね思うような活躍ができず、まあ、非常にマイナー時代が長くなってしまっていたんですけれども、マリナーズに加入してからようやくですね打撃にブレイクの兆しが見え始めて、2001年ついにですね念願のメジャーデビューを果たすんですね。ただ当時のマリナーズはですね、イチローですとかマイク・キャメロンですとか、非常に外野陣の層が厚くてですね、ポドセドニックなかなかチャンスをもらえなかったんですね。で、その状態が翌2002年も続きまして、2003年にウェーバーでミルウォーキーブルワーズへ移籍することになってしまったんですね。で、ブルワーズに移籍してようやく出場機会に恵まれるようになったポドセドニックは、まあ、メジャーリーガーとしてブレイクを果たしまして、この年打率3割1分4厘、さらに43盗塁も決めるなど、一気にですね飛躍の1年を送るんですね。で、ポドセドニックといえば印象的なのはやっぱり2005年ホワイトソックスに移籍してからですよね。まあ、オジー・ギーエン監督がホワイトソックスの監督に2005年に就任して、で、スモールベースボールを掲げて1番ポドセドニック、2番井口という打線でですね、まあ、世界一まで一気に駆け上がった年がありましたけれども、やっぱりあの年のポドセドニックというのが私としては非常に印象深いですね。マリナーズではチャンスに恵まれず放出ということにはなってしまいましたけれども、ポドセドニックのキャリアとしてはあのタイミングで放出されて、で、出場機会に恵まれるようになってようやくブレイクしたわけですから、まあ、本人にとっては、まあ、あのタイミングでの放出っていうのは良かったのかなと私は思いますね。そして2人目もポドセドニックと同時期にマリナーズに在籍していた選手ですね。ブライアン・フェンテスです。フェンテスは結構いろいろな球団で最近までプレイしていたので、まあ覚えてるって方も多いと思うんですけれども、実はですね、95年にドラフト25巡目指名でマリナーズに入団しているんですね。で、マイナー時代はですね、結構長いことを先発としてプレイはしていたんですけれども、まあそこまで目立った成績は残せなくてですね、で、リリーフに転向したところ、まあ、徐々にですね頭角を現すようになって、2001年についに念願のメジャーデビューを果たすんですね。ただマリナーズでの登板はわずか10試合にとどまって、2001年のオフにジェフ・シリードのトレードでコロラドロッキーズへ移籍するんですね。で、ロッキーズへ移籍してから徐々にリリーフの一角として活躍して、で、2005年からはついにクローザーに就任して、で、そこからは本当にもうオールスター級のクローザーとして活躍しましたよね。やや劇場型のクローザーということもあって、フエンテスという名前をもじってフアンテスって呼ぶ人もいたんですけれども、それでも通算200セーブ以上上げましたし、普通にですねクローザーとしては成功した部類だと思います。で、マリナーズとしても、まあ、あの時代2001年ぐらいっていうのは、まあ、非常にブルペンが強力で、まあ、なかなかフエンテスのこうチャンスっていうのもなかったということもあって放出ということになってしまったんですけれども、まあ、残念ながら獲得したシリードもマリナーズでそこまで活躍できなかったので、まあ、フエンテスの放出はちょっと惜しかったなという気持ちは少しありますね。続いて3人目はマット・ソーントンですね。まあ、ソーントンは左投手ながら速球が90マイル後半という、まあ、素晴らしいボールを持っていて、まあ、潜在能力はピカイチの存在だったんですけれども、ただ残念ながらですねコントロールがめちゃくちゃ悪かったんですね。まあ、マリナーズ時代2004年2005年の数字を見ればわかるんですけれども、9イニングあたりのフォアボールが、まあ、6個を超えていると、もう壊滅的なコントロールで、マリナーズとしてもまあちょっとどうしようもないっていう感じだったんですね。で、そういうこともあって2006年の開幕直前にホワイトソックスでトレードされることになるんですけれども、ホワイトソックスに移籍してドン・クーパーというピッチングコーチと出会ったことで、ソーントンのキャリアは大きく変わるんですね。クーパー自身ソーントンをものにできるという自信はトレード時点からあったみたいなんですけれども、まあ、その予想通りですね、2005年にフォアボール9イニングあたり6個以上出していたソーントンが2006年ホワイトソックスに移籍してからその数字をですね 3.5 個まで一気に減らしたんですね。
もともと持っている球威はそのままにストライクゾーンで勝負できるようになったソントンはホワイトソックスで大活躍しまして、本当に7年半ですねホワイトソックスのブルペンを支えましたし、まあ、オールスターにも選ばれたということで、まあ、あのトレードはですねホワイトソックスにとっても非常に良いトレードになりました。まあ、マリナーズとしてもソントンの制球力もうどうにもならないから放出ということにはなってしまったんですけれども、まあ、その判断自体はしょうがないのかなと思いますね。ソントンとしてもドン・クーパーに出会えなければ、まあ、13年間もメジャーリーガーとしてプレーすることはおそらくなかったでしょうから、まあ、本人にとってもですねあのトレードっていうのは、まあ、良いトレードにはなったと思いますので、これはしょうがないと割り切るしかないですね。はい、ここからは比較的最近の選手となります。 J ハップですね。ハップはマリナーズに来た時点で32歳と、まあ、ベテランと呼ばれるような年齢で来たんですけれども、マリナーズに来る前もフィリーズ、アストロズ、それからブルージェイズで先発投手としてまずまずの活躍を見せていたピッチャーなんですね。で、2014年のオフにローテーションの候補としてトレードでハップを獲得したんですけれども、マリナーズ移籍後もですね、まあ、一応先発としてそれなりの活躍は見せてくれたんですね。ただ期待通りの活躍かと言われればそうではなかったですし、2015年のマリナーズも、まあ、トレードデッドラインの時点で正直プレイオフの望みは結構薄かったので、トレードデッドラインにですねパイレーツへハップをトレードするんですね。で、パイレーツに移籍したハップは投手コーチのレイ・シーレッジと出会いまして、投球フォームの改善に取り組むんですね。シーレッジコーチ曰く、当時のハップは投球フォームにひねりを入れすぎていて、で、そのせいでリリースポイントが安定しないという問題がどうもあったみたいなんですね。なのでこの投球フォームのひねりっていうのを多少少なくしてリリースポイントを安定させたところ、パイレーツに移籍してから7勝、さらに防御率も1点台と、まあ、非常に安定感のあるピッチングを見せるようになったんですね。で、その後2016年に FA でブルージェイズに復帰したハップなんですけれども、この年20勝を挙げる大活躍を見せまして、で、その後もですね4年連続で2桁勝利と、まあ、非常に安定感のあるピッチングを見せていますので、シーレッジコーチとの出会いっていうのはハップのキャリアにとってもターニングポイントになったのかなと思いますね。で、マリナーズ側から見た時、ハップのトレード自体はしょうがないと思いますし、またシーレッジコーチとの出会いがなければ、まあ、ハップがここまでまた活躍することはなかったと思いますので、まあ、これも先ほどのソントンと同様に仕方ない事例なのかなと思いますね。まあ、マリナーズファンからしたらそんな移籍直後に180度違うピッチングしないでくれよとは思ったりしましたけどね。はい、続いてはマーク・トランボですね。トランボに関しては出る喜びなのかは正直よくわからないんですけれども、ただ移籍直後の成績が圧倒的なので今回入れてみました。で、トランボなんですけれども、右の大砲としてエンゼルス、それからダイヤモンドバックスで活躍していたんですけれども、2015年の途中にですね、マリナーズ打線のテコ入れとしてトランボをダイヤモンドバックスからトレードで獲得したんですね。で、当然パワーという部分を一番期待しての獲得だったんですけれども、ただマリナーズに移籍してからは96試合で13本のホームランで OPS も7割台と、まあちょっと低調なパフォーマンスに終わってしまいまして、2015年のオフにですね、トレードでオリオールズへ移籍することになるんですね。で、オリオールズで移籍したその年、47ホーマーですよ。あのマリナーズ時代に全然パワーを発揮しなかったトランボがオリオールズに移籍した途端47ホーマー打っちゃったわけですから、さすがにマリナーズファンとしても、いや、なんで去年やってくれないのと思いましたし、で、オリオールズとのトレードでトランボと交換でスティーブ・クレベンジャーというキャッチャーをマリナーズ獲得したんですけれども、そのクレベンジャーも全然活躍しなかった上に、シーズン終盤には人種差別ツイートをして球団から解雇されるっていう、まあ、不祥事も起こしたというところで、もうあのトレードは何だったんでしょうね。まあ、トランボも2017年以降は成績が低迷していますし、これまで紹介してきた選手たちよりかはダメージは少ないと思いますけれども、ただやっぱり16年の活躍っていうのはマリナーズとしては少し惜しかったなと思いますね。そして最後は今スーパースター候補として絶賛売り出し中のケテル・マーテですね。マーテはプロスペクト時代から結構期待されていた選手でして、で、実際に21歳でメジャーデビューを果たしているわけですから、まあ、その時点でもかなりすごい選手なんですけれども、デビューした年も打撃、そして守備も、まあ、そこまで悪くないパフォーマンスを見せていたので、これは普通に今後レギュラーとしていけるだろうというふうに、まあ、チームも確信を持ったと思うんですけれども、ただ残念ながら2016年ですね、まあ、初めてのフルシーズンだったわけなんですけれども、まあ、打撃も OPS6 割1分と低迷しましたし、まあ、守備面でもですね、まあ、エラーも20個以上数えてしまいましたので、まあ、ちょっとこうコンテンダーのショートとしてやっていくには、まあ、あの時点ではちょっと物足りない選手だったんですね。で、そういうこともあってか、ショートの補強のために
ジーン・セグラとミッチ・ハニガをダイヤモンドバックスからトレードで獲得する代わりに、マーテとそれからタイワン・ウォーカーがダイヤモンドバックスへ移籍したんですね。で、移籍してからのマーテっていうのは、そこまで悪くないパフォーマンスではあったんですけれども、ただ目立つような存在でもなかったぐらいの選手だったんですが、昨年からショートを守る機会が大幅に減って、より守備負担の少ないセカンド、センターに移ったことがおそらく功を奏して打撃が大ブレイクしたんですね。正直去年のマーテは本当にあのマリナーズにいたマーテなのかと疑ってしまうぐらいの活躍でして、ホームランもキャリアハイの32本、で OPS も9割8分1厘と、もうとんでもないバッターに成長していまして、当然オールスターにも選ばれましたし、で MVP 投票も4位と、でしかもこれで25歳なわけですから、今後どんな選手に成長するのか正直楽しみで仕方ないですよね。マリナーズにはいないんですけど。でおそらくマーテはあのままショートにこだわっていたらここまでの選手にはおそらくなれなかったでしょうし、マリナーズだったら間違いなくショート1本でずっとやらされていたと思いますので、トレードでブレイクのきっかけをつかめたっていうのは良かったと思いますね。でマーテとしても幸運だったのは、ダイヤモンドバックスにはニック・アメットという、ショートの守備職人がすでにいたわけですから、そこまでマーテがショートをやる必要性っていうのは、他のチームと比べたら少なかったでしょうし、ダイヤモンドバックスとしてもマーテを他のポジションに移すという判断もある程度容易だったのかなと思いますね。もちろんマリナーズでスーパースターに成長するマーテの姿も見たかったですけれども、あのトレード自体、マリナーズはセグラとハニガーという、二人の主力選手を獲得できたわけですから、お互いのチームにとってウィンウィンのトレードだったのかなと思います。ということで6人の選手紹介しましたが、いかがだったでしょうか。相変わらずですね、この動画はやっぱり涙なしには作れないですね。選手たちの活躍を見れば見るほど、どうしてマリナーズでやってくれなかったんだっていう思いはやっぱり湧き上がってはきますね。でまだまだ紹介したい選手はいるんですけれども、第3弾についてはまた気が向いた頃にでも作ってみようかなと思います。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。